まあ、ちょっとね、動作を確認してみたくて仮組みしてみました。動作を確認するためにここを点付けで、まあアングルを溶接してあります。意外とね、こんな感じでステップの方から伸ばすっていうのもありかなと今のところ思っております。これはね、さすがに仮です。後でまたちゃんとやり直します。で、 3D プリンターで作った輪郭をとりあえず仮につけて、補助ブラケット的なものをつけて仮組みしてみました。どうでしょうか。非常にかっこいいシルエットになったんじゃないでしょうか。まあ概ねホイールタイヤのセンターも出てて、ここの歪みをうにゃうにゃしてるうちにこっちが広がっちゃったみたいで、ちょっと広くなってます、こっち側が。でブロックは削り出しましたが、ちょっと体調をね崩してしまいましてですね、あんまり作業いろいろやってると後に響きそうだということで、今回非常に薄味な内容となっておりますが、まあとりあえずこんなもんにしておきたいと思います。使ってるショックなんですが、こちらホンダのエイプ50か100かの純正サスです。ミニバイクのリンク付きのサスってのが、まあエイプぐらいしか見つからなかったのでエイプを使用している感じです。でまあ今後ここクリアランスが全然ないということで、まあカットしていくと、ホイールのラインに合わせてなんかいい感じにカットしてもいいかなとか思ったりしてます。ここサスペンションの受けがありますが、ここはもう正味必要ないのでいい感じにカットしたいなと思ってます。スーパーカブといえばですね、個人的にね、ここのライン、このラインがやっぱね非常に好きなんですよ。なのでこのラインを生かすような感じにしたい。でこれがねちょうど邪魔やということでね、まあいい感じに切り取ってやりたいですね。は
はい、というわけで非常に薄味ではあるんですが、私の体調がですねあんまよろしくないということで、この程度の薄味で今回はやらさせていただきました。今後の展望といたしましては、リアの仕様が一旦確定したらフロントの方に移行していくという感じになります。リアの今 3D プリンターで、作成されている部品をアルミで削り出すっていうのと、リンクロッドを用意するとすれば、あとあれか、リンクロッドが取り付けられるフレーム側の受けを用意すれば、とりあえずリアスイングアームは機能する形になりますので、そこをまず完成させます。で、まあ大体どれぐらいの車高になるのかっていうのを確定させた後に、フロントのダブルウィッシュボーン化をやっていきたいと思います。実はですね、もう皆さん忘れているかもしれませんが、フロントのサスペンションシステムをダブルウィッシュボーン化するというのがメインテーマとなっております。この株のカスタムのメインテーマとなっておるということです。リアのユニットプロリンク化が、メインではございません。なんならですね、ダブルウィッシュボーン化するフロントに対してリアがしょぼくなりすぎないようにということでユニットプロリンク化したわけです。実は。なので、今からがメインテーマということで、皆さんこれからもですね、お付き合いいただければと思います。で、フロントの方も、まあ、ダブルウィッシュボーン化するにあたって使うサスペンションは、まあ、エイプのモノショックを使おうかなと思ってます。設計の方もぼちぼち進んでおりまして、早くフロントの方を確保していきたいなと思っております。でですね、まあ、あまりにも内容が薄すぎるということで、ちょっと CNC の方を少し改善しましたので、そちらの方をちょっとちらっと見せて、今回の動画終わりにしたいと思います。はい、こちら。モニターが立って操作できるようになりました。こんな感じで。で、モニターアームが、パソコン用のモニターのアームがここにセットされております。これで、使いやすいところに移動できて、向きも変えられると。で、立った状態で、まあ、こんな感じで操作ができると。トラックボールマウスなんで、マウスを動かさずに操作できます。で、ここ、この台。マウス台も 3D プリンターで作成。このハンドルも 3D プリンターで作成、ブラケット、等々。クランプも作成しました、3D プリンターで。あと、キャビネット、この台下にね、キャビネットを作成しました。バイスを入れたり。こちらは、豚骨の私物エンドミル棚。ケロの私物エンドミル棚。ケロの私物ドリル棚。そして、これまでにご提供いただきましたエンドミルドリルなどの棚となっております。今回お初の岩田ツールさんの面取りも今回登場いたしました。ご覧の通りまだまだ空きスペースがありますので、レビュー依頼お待ちしております。そしてまあこんな感じで、こちらコレットとか、まだ見てごちゃついてます。はい、時効部類まだ未定ですねまだ未定、右側はグリッドシステムを採用しまして、こんな感じで、今後整理していきたいなと思っております。ケロはですね、気温が少し下がった 2,3 日の間に下がったなりの格好をせずに薄着でおったがためにですね、風邪をひきました。皆様はそんなことないようにお気をつけくださいませ。というわけで今回の動画以上になります。面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、グッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。